はい。皆さん、こんにちは。今日は2024年の5月後半です。昨日あたりにですね、なんとなんと、みんなに人気沸騰中の s u n AI がバージョン3.5というバージョンを使えるようになりました。まだですね、有料優ー,ー優先的に公開されているようですけれども、何せですね、今回はバージョン3.5 というバージョンになったわけです。僕が今分かっている目玉機能というのは、一つ目は Web ファイルで保存ができるようになったということです。ダウンロードしたオーディオファイルをそのまま使うというのであれば、さほど Web ファイルでないと絶対いけないわけではありません。なぜかというのだけはでも覚えておいてください。YouTube に 動画編集をして書き出すというときに、ほとんどの場合、エンコードと言われる圧縮操作で、音楽のファイルというのは、ほとんどが MP3 もしくはそれに類するような形式になってしまうので、いくら WAV ファイルでクオリティが高いものでダウンロードができたとしても、ほとんど最終の動画自身には大きな影響は ありません。でも DTM のソフトウェアを使ったりしてその音を加工したりするというような方にはやはりもともとが WAV ファイルで人間の聴覚というのは一番高いところで 20kHz というのが聞こえるようになっていますけれども MP3 というのは 5kHz より上ぐらいその辺のところは もう音が全部削られてしまっている。そんなような形式です。その削った分を圧縮して小さくできる。それが MP3 などの圧縮形式の根本的な考え方です。ですから Web ファイルになったからといって全ての人に音恵はないんですけれども、でも基本的には高音質でダウンロードができるようになった。 これが一つ目の良い,い点です。そして二つ目は、なんとなんと、今までは一般的なポップスなどの曲の場合は、ざっくり3分から4分ぐらい、それぐらいが YouTube で聴いてもらうのにはちょうどいいような長さです。今までは2分だったものを4分まで作ってくれるという風になりました。ということは、 ほとんどの場合、歌詞の1番、2番、そして感想があって、イントロがあって、エンディングがあるというような、世の中にありそうな普通の楽曲の尺、長さですね。そんな音楽が一発で作れるようになるわけです。今まではそれを継ぎはぎでできていたんですけれども、その継ぐときにですね、なかなか うまくついでくれなかったり、なんか曲調が変わったりということがあったんですけれども、今回は4分という時間になりました。4分、4分、4分。もう何度も言います。ずっとこのぐらいの長さになってくれたらな、そんな風に思ってきたんですけれども、それが今回アップデートされました。そこらのところを 今日初めて SNO の解説を聞く方にもできるように少しはちょっとはしょりますけれども最初の部分からお話ししましょうまず今画面にあるのが SNOAI のトップ画面というかホーム画面ということですここでまだログインしていない人はサインアップをしましょう左の下の方にサインアップがありますそこをクリックしますそうしますと ディスコードとグーグル、そしてマイクロソフトのアカウント。このような形でログインができるようになっています。僕はグーグルでやっています。じゃあ、ログインしましょう。そして、基本的に無料で1日に約5曲ぐらい作れるようなクレジットというのが無料でもらえます。でも、現実はそれではですね、 曲作りというのはほぼできません。お試しにするぐらいと考えていただいた方がいいんではないでしょうかですからその時は左の方にサブスクリプションというのがありますのでそれを押します金額の方は今画面に示した通りで無料のプランもしくは月8ドルのプランそしてプレミアプランというのがありまして 24ドル。このような料金体系になっています。大抵の人は真ん中の月8ドル。年払いとして払うと8ドルになるんですけれども、ちょっと不安だなということで、月々まずは払いたいという人は、こちらを押すと10ドルということになります。大体月に1500円前後ということになるわけです。そのようにして、 本気で音楽を作りたい人はこのプロプランというのに入ることをお勧めします。では早速作っていきましょう。その時は左側のクリエイトというボタンを押します。画面の英語モードが苦手だという方は日本語に翻訳していただいても大丈夫です。Chrome の場合、この上の部分を押しますとこのようにして日本語というのを 選べます今日はちょっと英語のままでやりたいと思います。まあ、全体的な使い方は僕もたくさん動画を出しています。ですからそちらの方を見ていただいてやっていただいたらいいんですけれどもここでは大きくカスタムモードとノーマルモード今画面はノーマルモードです。カスタムモードというのはここでクリックをして決めます。 そうすると歌詞を作ったりできるわけです。自分の思い通りの歌詞で音楽を作ることができます。また、ここでインストールメンタルということで歌のない音楽ですね。それを作ることもできます。それがここをクリックすると歌がない BGM とかそういったようなものが作れます。どんな曲作ってほしいかということがこのスタイルオブミュージック というところですボーカロイド風に作ってみたいなという人はこのボーカロイドとかいうのがありますここらもどん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 アップデートで進化して簡単に入れれるようになりましたボーカロイドで J-POP そうするとこうやって選んでいけるわけですねあとは男性に歌わせたいか女性に歌わせたいかそういうようなことをここに追加することもできます 女性の場合でしたら、このようにフェメイルボーカル。こんな風に入力すると女性の声で歌ってくれたりします。そして、ここはタイトルです。ここで曲のタイトルを入れます。今日は省略して ABC とこのようにしておきます。さて、ここからです。今までは この V3 というモードだったわけですね。これがですね、一番最初は V2 というものから Web バージョンは出てきました。早期アクセスとして今回 V3.5 これが選べれるようになったわけです。まずは歌曲をやってみましょう。ここに歌詞を書きます。この歌詞何もしないでここに Make Random というのがあります。それを押すと 英語の歌詞、これを考えてくれます。このようになりますね。でも、我々日本人ですので、J-POP、そんなものを作りたいと思ったときは、ここでどんな感じの曲を作りたいかというようなことを書けば、そのような歌詞を作ってくれます。例えば、もう夏になっていきますので、 タイトル的なような日本語を入力します。まだもっと長く入れても大丈夫です。そうしまして、ここでジェネレイトというボタンを押しますと、このように日本語の歌詞を書いてくれたわけです。今お見せしたのは動画はノーカットで見ていただいています。ですから、このぐらいのスピードで 歌詞の生成をやってくれるわけです。じゃあ、このようにできましたね。ここで本来はもっと付け足しというのをしたりすることもできるんですが、それは必ずというわけでもないです。でも、ここにイントロとか入れてみましょう。カッコをしてですね。そして、カッコ閉じる。こんな風に 書いたりするとイントロが出やすくなったりします。100%ではないことも覚えておいてください。じゃあ、これでですね、実際楽曲を作ってみましょう。ボーカロイド風の J-POP。そんな感じで音楽が作れます。クリエイトボタンを押します。2曲ずつ提案してくれるようになっています。 ここもノーカットで見ていただきます。どのぐらいのスピードか。はい、今タイトルとかが2つ出てきましたね。もうちょっとかかると思います。1個目が仕上がりました。もう1つはまだもう少しかなというような感じです。はい、できました。じゃあ、ここに3.5というタグがつきました。どんな風になったか聞いてみましょう。 あれれって感じですよね。4分までいけるって言ってたのに、2分以内に収まっちゃいました。2分の曲ってどんな感じかなというのもあったので、あえて分かってたんですが、この長さの曲を聴いていただきました。今までだったらこのぐらいということですね。でも、この倍いけるぐらいになったということですよね。はい。 そういう時に僕は音楽のスタジオを経営してるんですけれども実はそれ以前はコンピューターのプログラム会社を経営していましたですから今流行りのチャット GPT の g p t 図というプログラムも開発して皆さんに色々出しています実は今日の動画で歌詞を作れるソフトなんかもご紹介しようと思ったんですけれども 動画の尺が長くなりすぎますので、バージョン3.5に最適化した貸しビルダーというのを近日皆さんに報告しますので、できましたら皆さんチャンネル登録をしていただきまして、待っていただくとですね、3.5対応の GPTs が使えるようになります。さらにさらに嬉しいことというのがありますよね。 皆さんももうご存知かと思いますけれどもチャット GPT が制限はあるものの無料のユーザーさんでもその GPT 図を使えるようにこの5月からなっていますまだ一部分は使えないという方もおられるようなんですけれどもその GPT 図が全ユーザー使えるようになっていますので今日は歌詞のソフトというよりも 歌詞の応用をしたソフト。これをお話ししたいと思います。例えば、今、ちょっとした歌詞ができましたよね。ここにタイトルがあります。これをクリックすると、画面がこんな風に切り替わります。そうしまして、ここに3点メニューがあるんですけれども、ここで、シェアということで、コピーリンクというので、この URL を リンクしてもらいます。そうしまして、チャット GPT の画面に行きます。ここでですね、スノー AI という風に売ったりすると、僕のソフトがたくさん出てきたりします。かなりたくさんのスノー AI の歌詞が作れるようなソフトを作っていまして、一番人気のあるのは、もう1万人以上の人が使ってくれています。 ここにある SnowAI プロンプトジェネレーターこれも僕のソフトだ。これも僕のソフトです。このようにあるんですけれども、ちょっと僕の方、こちらの方で検索します。はい。ここに紫色のアイコンをした SnowAI 続きの歌詞専用というのがあります。ここをクリックしますと、続きの歌詞専用ビルダーということで SnowAI の歌詞作りの 続きを手伝ってというのがあります。ここをクリックします。すると、ここで、SnowAI の,のシェア URL を提供してくださいというふうになっていますので、ここで貼り付けをします。これが先ほどの URL です。そしてですね、ここでこの URL を 送るとですね、ちゃんと g p t 図がその AI の歌詞などを全部拾い集めてくれます。ちょっとやってみましょう。送信。はい。ちゃんとタイトルも読み込みましたね。コーラスは何番まで提案すればいいでしょうかというふうに出てきてますので、今回は3番というふうにしましょう。そうしましたら、この2つあるのは何が違うか というと、スノー AI はまだまだ日本語を読み間違いしたりします。僕らでも読み間違う漢字とかいうのはありますよね。そのためにひらがなで送ったりもできるようにこんな画面も作ってあるわけです。まあ今回はちょっとわかりやすいように普通の歌詞の方をコピーします。そうしまして先ほどのところに戻ります。クリエイト画面の方に行きますね。そうしましたらここに このように歌詞がありますので、ここに足しましょう。今のものを貼り付けます。バース3とコーラス3が追加されたわけです。なおかつアウトロというのも追加されました。じゃあ、この長くなったもので、今回は作ってみましょう。クリエイトボタンを押します。長いのができるか楽しみです。

はいこの曲まあ証明はできました2分3秒3秒超えたんですねでも3秒超えただけだったらちょっとですね寂しいじゃないですかですからそういう時はここで4番も作ってというふうに言ってもうちょっと歌詞を足してもらいましょう はい。できましたね。じゃあコピーします。4番を足します。はい。これでもう一度作ってみましょう。今回は作る部分は少しですね、早送りさせていただきます。ここでですね、ちょっと要望なんですけれども、このタイトルの後ろぐらいにね、何分の曲ができましたみたいなですね、時間表示が出てくれたらさらにいいですよね。はい。 また次のバージョンに期待していきましょう次は同じテストですからボーカルのボーカロイドというのを外してみて歌ってもらいましょう聞いてみます 日差しに「君はキラキラ」「ドボつないで歩く二人の姿このまま永遠に続いていければいいな」「水をぼく海が輝いて泳ぐ君の姿」 砂浜で笑って太陽に抱かれて君と一緒ならどんなこととも乗り越えられる夏の冬風に吹かれてここは海を感じて君と一緒にこの夏を過ごしたい夢中になれる夏の思い出 夏のそよ風に吹かれて心は幸せを抱いて君と一緒に歩いていくこの道夏の日差し強くなって君の笑顔もっと輝く海辺の砂浜駆け回って二人の時間ずっと続く夏のそよ風君と共に 未来を描くこの瞬間を心に刻む永遠に続く君と僕の夏の物語夕暮れ時染まる空に君と見つめた星のきらめき点を繋いで歩いた道この想い 夏つのイ色四つのそよで心地よく二人の未来手なしてく共に歩んだこの季節を永遠に浮かう夏の調べ はい。ご覧ください。2分43秒の曲が作れました。まだ余裕ありますね。あと1番ぐらい増やしてもいいし、もう少しイントロなどに挑戦をしてみたらいいかもわかりません。そして感想ですね。感想はインターとか言いますけれども、それをインターソロギターとかですね、インターソロピアノ、そんな風に 書いたりするとですね、楽器のソロ演奏などが出やすくなる感じです。まだ今日で1日目ですから、それがどんな確率になってるか、本当にうまくいけるのか。まあ、今回ですね、アーリーアクセスということで、早期アクセスということなので、多分正式版というのが近いうちにアナウンスされるのかもわかりません。正式版が出るのも 楽しみにしましょう。今日の目玉は2分を超える、いわゆるもう完全フル曲を一発で作れるようになったお話をさせていただきました。今、僕の方では、その AI を使って音楽を作っている方、そして YouTube 動画を作っている、そんなクリエイターの皆さんとグループを作って YouTube 発信のお手伝いをしています。 自分のチャンネルではなかなかせっかくできた音楽を聴いてもらえないそういう方が今30名ほどで組織していますそして今月で1万人になります YouTube チャンネルで皆さんの音楽を発表しもちろん自分のチャンネルでも発表しなるべく自分のチャンネルをいい結果に導くようなアドバイスも Facebook グループの方で やっています。徐々に徐々にですけれども、成果が出てきた。そういう方もおられます。皆さんも、もしよかったら、概要欄に貼ってあるリンクなんかを見ていただきまして、自分もクリエイターズメンバーに入ってみよう。成績名は、AI ミュージッククリエイターズジャパンという名前です。皆さんと一緒に情報共有をして、楽しい音楽作りを チャレンジしてみましょう。それでは今日は長い時間ありがとうございました。まったねー。